明治天皇は、日本の明治時代における最初の天皇であり、明治維新の象徴的存在である。明治維新によって江戸幕府が崩壊し、近代化が進む日本の中心的な指導者となった。政治的権力を手中に持たず、国家の象徴としての地位を持ちながら、新政府の方針に協力し、国家の近代化を推進した。西洋文化や科学技術を積極的に取り入れ、教育制度や法律制度の改革を推進した。明治憲法の制定にも深く関与し、日本の初代憲法を確立した。日本の近代的な軍隊の創設や海軍の発展にも力を注ぎ、国家の防衛力を強化した。国内外の外交交渉にも積極的に関与し、日本の国際的な地位を高めるために努力した。民衆との交流を重視し、全国各地を巡行して地方の実情を視察し、国民の声に耳を傾けた。国民への親近感を持たせるために、法的な行事や祭りを通じて国民との結びつきを深めた。明治天皇は日本の近代化の礎を築き、国家の発展に大きな影響を与えた。